皆さんこんにちは。この体型を維持するためにやった方がいい2分間のトレーニング方法を紹介します。これは最低限やった方がいい筋トレとは違って、もう毎日でもやってもいいトレーニングの方法になりますんで、ぜひですね、できるだけ簡単なメニューでたくさんの箇所を使えるトレーニングメニューですので、たった2分しかやらなくていいです。ぜひ真似をしてやってみてください。1分ずつのトレーニングになりますので、もしタイマーなんかがある人は1分間を測ってやってみてもらえると目標ができてよろしいかと思います。2種類紹介します。で、まずですね、四つん這いになった状態で右足を後ろに高く上げます。で、この状態で肘を少し曲げます。ここでキープです。上半身はここでキープして、この右足を上に小刻みに動かします。つま先は下に向けて、かかとを上に上げる感じで膝をしっかり伸ばして30秒間右足を動かしてください。こういった感じです。で、この時に体が左に寄らないように、手は上げている足の方の手にしっかり重心を乗せる感じでやってみてください。この状態で右足を上げている方を30秒動かします。30秒経った後に反対に変えて、もう30秒動かします。上げている足に体重を乗せて、体が右に行かないように上げている足の方に体重を乗せる感じで30秒やってください。あんまり大きく上げるんではなくって、自然に上げて足がストップする位置から小刻みに、肘少し曲げた状態で30秒です。といった感じがまず1種目です。で、もう1種目は上を向きます。で、手は指先を外に向けて、肩幅よりも手1個半ぐらい広く広げてですね、この状態でお尻を持ち上げて足を伸ばして、この時にここまで上げなくてもいいです。床から少し離すぐらいで足を伸ばして、ももの高さは隣と揃えてですね、この状態で肘を小刻みに動かします。こういった感じです。これを30秒で、足を変えてもう30秒行ってください。この時に1回ずつお尻が、もししんどい人は1回ずつ降りてもいいです。肘と一緒にお尻を床につけても構いません。こういった感じで30秒やってみてください。はい、お疲れ様でした。今みたいなたった2種目たった2分です。体型を維持するためにも最低限頑張ってみてもらえたら、努力は必ず報われてスタイルをキープできます。もしくはどんどんスタイルが良くなることももちろんあります。日々努力を心がけてみてください。ご視聴ありがとうございました。Thank you.